こんな調子でこれから先どうやって外を歩くつもりだよ。旅には体力と胆力、それから危機意識が必要でござる。体力と胆力が身についたら危機意識を高めるといいでござろう。皆さんのお言葉しかと胸に刻みます。でも今度こそ本当にお別れです。気づきましたか？空は晴れ、海面は穏やかで美しい姿を見せています。このような日を迎えるために私たちは長いこと待ち続けてきたのです。皆さんは私のようなうっかり者が役者になれるのかと疑問に思ったことでしょう。でも信じてください、これは決して偶然手にしたわけではありません。ヨガラスは常に仕事を探しています。仕事、すなわち運命です。私たちは自分が果たすべき役割を見つけるため生まれてきました。あなたたちはまだご存じないかもしれませんが、聖国の栄章とは